FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノアン市キウナギノアンヒルツ通りの高台にスタジオがある FM ギノアンよりサザンブリーズお届けいたします。お相手は私、東克明とチャンレナです。どうもよろしくお願いします。はい、マイクチャンレナが入ってる、入ってない、入ってないんじゃないか。チャンレナです。チャンレナです。チャンレナはここにいるよ。あ、もしもし、もしもし。はい、チャンレナです。こんにちは。聞こえますか？あれ？なんかね、そっちの方が入ってないみたいな感じ、具合になってますけども。聞こえないな。来てますかね？はい。さあ、ということでございまして、はい、チャンレナと、2回目の、ね、行けましたけども、あ、大丈夫ですか？あ、おかえりなさい、チャンレナです。いや、初めましてです。お帰りなさいって、はい、改めまして自己紹介、改めまして、はい、どうも、木曜日各種アシスタントのチャンレナです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりに晴れてますね。そうですね、すごいいい天気で、もう今日はカンカン照りの中、夏の予感がしてきました、うん、してきましたか。はいね、してる、夏の予感してるけども、ワクワクしてる。まだね、ちょっとトロピカルビーチの方がね、ちょっとまだ準備できてないということで、うんうんうん、来週から、うんうん、このサザンブリーズ本格的にトロピカルビーチから放送すると、海を見ながらですね、いうことですよ。キャー、素敵。海とかって行ったりする？あ、私、あの、海は行くんですけど、うん、泳がないですね泳がない。泳がないけど、海、綺麗な海を見て、ない泳、泳ごうと思えば泳げますよ。泳げる？泳げます、うん、泳、あんまり長くは泳げないですあ、なるほど、海行くけど泳ぎはしないと。泳ぎはしない、でも海は好きです。あ、のぞのぞ、なんか見に行ったりとか。見に行ったりとか。まあ、なんかだから去年とかだったらビーチパーティーとかバーベキューとかやったりしたんですか？もう毎週ビーチパーティーでした。え？おぉ、パリシーだね。週1ビーパーみたいな。あ、なるほど、はい、大好きな夏がやってきますおー、じゃあもう忙しくなりますね。そうですね、ビーパーでビーパーで忙しい、ビーパーで忙しい大好きです、ビーチパーティー。あー、じゃあね、まあ、そう、サザンブリーズでもせっかく行きますんで、はい、どうかタイミングあったらやりましょうよ。やりましょう、ぜひぜひぜひね、はい、はい、さあ、そんな、チャンレナと今日もですね、お送りしていきたいなと思います。はい、皆様どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマが、はい、一度はやってみたいこと。一度はやってみたいことでございます。はい、はい、なんかね、一度やってみたいこと、まあいろいろあると思うんですけど、うんうん、今日ね、名護からね、僕は家、うんうん、住んでるところ名護なんですけど、あ、そうですね、名護から、こういう宜野湾来るまでに間に、まあ、下道を通ってね、はい、車で運転してバーッと海眺めながらそれこそ来るわけですよ。わー、最高で、リゾートホテルが立ち並んでるじゃないですか、うんうん、そうですね、女村あたりって、はい、そしたら、まあ、観光客の方もたくさんいる、うん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 、なんで、まあ、泊まってすごいリフレッシュしてるんでしょうね。そうですね、もうリゾート気分でワイワイですね。本当リゾート気分ですよカップルで、あー、もう素敵な思い出を、自転車でサイクリングしてるわけですよ爽やか、そのさ、すごいいい景色の中、はい、海沿いを2人で笑いながら喋りながら、はい、あ、素敵、サイクリング、はい、やってみて俺もそんなことやってみて東さん心の叫び、もう本当に出てましたね運転しながら、はい、あそこでも雰囲気いいですよね。最高。やっぱりでも、うん、沖縄の人って、うん、まあ、自転車まず乗らないじゃないですか、うん、歩くこと自転車あんまりですよね。あんまりあんまりなんで車大好き。だからそういうデートってまああんまりないじゃないですか。あ、確かに沖縄では、まあ、坂も多いっていうのもありますよね、うん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 、そうだから、なんかそういうのも沖縄だったらならではだからやってみたいなって、やってみたい、確かにいいよね、はい、普段ないべで出たと思いますので、うん、風を感じながら、はい、うん、皆さんもね、なんか一度はやってみたいこと、あ、何でもいいですよ、アクティビティでも、なんか夢でもいいです、うん、それこそ一度やってみたいデートのね、うんうん、こういうデートのシチュエーションしてみたいなんて、言うのは自由ですもんね。そうです、そうです、うん、自由なんで教えてくださいませ、はい、教えてください、よろしくお願いいたします、メールアドレスはメール797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、
FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。はい、さあというわけで、今日もこの後、5時56分頃までお送りいたしますので、最後までお楽しみくださいませ。さあ、では、今日はですねこちら、はい、聞こえてきましたのは、はい、来ましたかね、私の今日の夏の足音がするって言ったら、うん、もう青春のこの曲ですね。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、HY でホワイトビーチ。ありがとうございます。なっちゃんさんね、北海道だからビーバービーチパーティー考えられないあー、そっか、ビーチパーティーしない、そうですよね、雪国ビーチで遊ぶことは、でも夏だったらあるのかな。沖縄に行きましょうさん、はじめまして。チャンレナ。チャンレナです。野の中の銀の蛍さん。野の中の銀の蛍さん。素敵な響きだな。言っちゃいたくない。ホワイトビーチなんて、
結構昔の曲じゃない、チャンネルからしたら。先生出しだ、先生出しだっけ、先生だったような気が。あ、私によく似た先生が。あ、先生でした、先生でしたっけ、先生です。チャンネラ先生ですよ。チャンネラ先生がね。皆さんお悩み相談してくださいよ。頼みます。コーナー。ね。今からいらっしゃると思うんでね、数分後に。チャンネラ先生が。はい、チャンネラ先生のお悩み相談室。何でもお悩み相談室でございますから。はい、何でもいいので。チャンネラ先生。独断と偏見で。独断と偏見で。お答えするという、はい、相談室、はい、じゃあ曲終わりに CM いきます。新コーナーあるんですよ。チャレのコーナーありますからね、皆さん。ありますよ。チャレな先生のお悩み相談室。お悩み相談室。いろんな悩みを。はい。いろんな。何でもいいです。何でもちゃんと答えてくれる。はい、ちゃんと答えます。親身になって。そうです。本当に。銀トロです。銀トロさんでいいんだっけ。銀トロさんね。打ち合わせから戻り、ギノワンについてだいぶ焦ってますね。本来から16時半までいよいよ元さんの仕事をしてますが、担当が分からんチームでした。そうすればいいですか。そうすればいいですよ。そうすればいいですよ。具体的だいぶ焦ってますね。いいですね、シクリームサラダ。さあ、サザンブリーズ木曜日お送りしております。お送りしております。メッセージいっぱいもらっていますので、ありがとうございます。ご紹介しましょう。まずはラジオネームらっちゃんさん。はい、はい、はい、たいにぱっと、北海道からありがとうございます。ありがとうございます。北海道では考えられないビーパなんてって。北海道最北端ですからね。そうですよ、日本最北端。そうか、もうぜひ沖縄に来てビーパしましょう。ね、北海道行ったことある、はい、行きたいんですよ。一度は行ってみたい。一度は行ってみたい。行ってみたい。はい、ぜひ。エコザイルさんもハロチロンピー、ありがとうございます。ハロチロンピー。そしてシュプリームさん、あ、ありがとうございます。アズマックス2度目のチャンレナちゃん、こんにちは。こんにちは。今から車の運転なので音声で楽しませていただきます。はい、運転お気をつけくださいませ。続いて脳中の銀のホタルさん。名前長いから銀トロでいいよって。あ、銀トロさん。じゃあ銀トロさんね。じゃあ銀トロさん。銀トロさんで、こんばんは、あずーちゃん、はじめまして、ちゃんれなちゃんって。はじめまして、銀トロさん。続いて、大塚健二さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先生でしたっけって。
先生だったかもしれないわ。今日って先生が来る日ですかって。今日先生来る日です。あ、来る日ですか。もう数分後にはここね到着すると思うんで。あ、そうなんですね。少々お待ちくださいね。その先生へのね、うん、あのお悩み相談もね、はい、あのコーナーでやってますから。はい、そうです。ぜひ皆さん教えてくださいませ。はい、お悩み教えてください。はい、さあ、そして続いてじゃあメール、はい、ありがとうございます。ご紹介しましょう。はい、ありがとうございます。ラジオネーム進撃のめいちゃんさん。進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。はい、あずまさん、ちゃんれなさん、生放送お疲れ様です。お疲れ様です。結局今日晴れたのに、結局本格的サザンブリーズイントロピカルビーチは来週月曜からですね。そうなんだよね、うん、まだ来週月曜は雨だったらと思っていたら晴れ間ですね。よかった。イエーイ、ラッキー。画像を添付させていただきまして、わざわざ天気予報の画像を送っていただいて超親切ね。月曜日も晴れの証拠ですね。ありがとうございます。イエーイエーイエーイ。今日ね、トロピカルからできたんじゃないって思うほどいい天気ですよね、うん、本当にいい天気、私もビーバ大好きだし、夏は暑いけど好きな季節ですよ。あ、というかよりも、うん、FM ギノアンでも毎年恒例のビーチパーティー開催してるじゃないですか。あ、してるんですね。あ、そうか。僕そうか、いや僕もね、FM ギノワン多分去年の今頃、その夏頃は参加したばっかりだったから、うん、FM ギノワンに。ああ、はあはあ、だからそれ言ってないんだ俺。あ、なるほど、誘われてないわけではない。誘われてないわけではないと思いますが、はい、確かにあったわ、時期は9月末開催だけどと。いよいよ来週から本格的にスザンブリーズがトロピカルから生放送、はい、東さん、水着ギャルの胸ばっかり見すぎないようにね。本当だよ、ビキニのチャンネルばっかり見すぎないでよ。見てチャンネル見てチャンネルの足見てチャンネルでは楽しく聞かせていただきます。はい、お願いします。ありがとうございますね。はい、さあ、そして、はい、もう一通メールいただいてますね。はい、メールでは来てますね。エコザイルさん、エコザイルさん、ありがとう。アズマックス、ハロチロンピーチャンレナ、ハロチロンピーチュハロチロンピーチュチュ、うん、一度はやってみたいことオスプレイをロケットランチャー撃ち落として、ちょっと待って、ダメダメダメ、ちょっと待って、ダメ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 、やめてくださいやめてください。さて、つかみはこれくらいで ドリキンこと土屋圭一の全開ドライブを助手席で満喫したい。ドリフトキング。ドリフトキング？だから要はあれでしょ、あの車で、はいはいはい、あの要はなんかレース場とかでドリフトをね、すごい上手い人なんでしょこの土屋さんって、はあはあ、その全開ドライブを隣で堪能してみたい。あ、確かに。やってみたい、やってみたいかも。隣で満喫したい。うん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 。だいたいあのよくあの罰ゲームとかでさ、うん、あるじゃない、テレビで。スリルなんか、なんかそうですよね。そうそう、めっちゃ叫んでるやつですよね。そうそう、車の中で。カタリン走行したりとか。なんか炎の中に入ったりとかするやつですよね。ああ、確かに。ちょっと自分もスリル好きなんで、うん、ちょっとジェットコースターとかそういうの好きなんで、確かにドリフトをね、やってみたい。確かにそれは。乗ってみたい。一回でいいわ、それは。うん、一回でいい。一回でいいな。で、あ、明日のライブ告知もよろしくって。はい。そうなんですよ、ね。そうなんですよ、エコザイルさんのね。じゃあもうここで告知しちゃいましょうよ。あ、告知しちゃいましょう。なんと明日、うん、4月27日金曜日、時間は夜7時、うん、開演は7時半、ミュージックドリーム、うん、バラエティチャリティーライブのご案内です。はい、こちらがあるんですよ。はい、なんとね、場所は近いですよ、こっから。はい。ライブハウスモッツ。チャタンね。うん。モッツはね、デポアイランドのビルにあります。はい。で、その出演者が、はい、たくさんいるんだけども。そうなんですよ。こちらのね、FM ギノワンでもおなじみの、うん、毎週水曜日夜9時、フリムーンラジオでおなじみの MC モーミーさん、イユーサバチャーさん、うん、そしてメールをくれたエコザイルさんが出演ということでね。そうなんですよね。はい、楽しみですよ。ぜひね、明日プレミアムフライデーなんで。お、いいですね。仕事終わりにいかがでしょうか。どうでしょうか。エコザイルさんは大好きな、下ネタ替え歌も第2部でやるよって。あら、下ネタ替え歌。チャンレナさんが好きな。そそるわね。じゃあ後からやーってことで。ありがとうございます。はい、ね、本当に楽しい、多分いいライブになると思いますので、はい、ぜひ皆さん足を運びください。お願いいたします。さあ、で、そしてでは、メッセージいっぱいですね、ありがたい、いっぱい来てますね。あ、恋するかっちゃんさん、はい、あずまさん初めて見るけど、べっぴんさんのお名前はということで、ちゃんれなって言います。改めまして、ちゃんれなでございます。ちゃんれなです。ちゃんれなです。よろしくお願いいたします。
さあそして、大塚健二さんから、はい、普通の質問ですね普通の質問来てます、はい、チャンさんは、うん、チャンさんチャンさん普通に、うん、普通に中国人みたいになってますけどチャン、チャンさんは、はい、部屋は整理されてますか、はい、お部屋ですか、汚い部屋ですかと。そうですね、私ね、埃とか大嫌いなんですよ。おだけど整理がすっごい苦手で、うん、ごちゃごちゃしちゃう何ですか、なんか衛生的には気使うけど、うん、このでも自分的には片付いてるんですよ。もう自分の中では、ね、自分の中では物がどこにあるかすぐ分かるし、うん、これでいいんだろうけど、うん、もう家族からしたらもう片付けてって言われるいや分かる、これ片付いてるって違う、あの世の中が綺麗すぎるんだって言ってます。なるほどね、はい、私の部屋が汚いんじゃない、世界が綺麗すぎ すぎる、それだけいい解釈、はい、俺もそう思う時がある綺麗な人って本当ずっと綺麗だよね、部屋とか家とか、はい、世界より綺麗だよね、世界より本当にすごいなと思う、ね、世界が綺麗すぎるだけだよ、うん、うん、そう納得しとこう、うんさあ、では一度はやってみたいことと、はい、いうことなんですけど、はい、チャンレの何かある、一度はやってみたいこと、そうだな、世界一周とかかな、あーやっぱやってみたい、やってみたい、一度しかできないだろうけど何で世界一周したい、いやいろいろあるじゃない、うん、船とか、あ 船で、うんうんうん、やってみたいなと思う時もあるし、うん、あとは何がしたいかな、やりたいこといっぱいありますね、飛行機とか運転してみたいなとか飛行機の運転操縦してみたい、へー、宇宙にも行きたいあ宇宙に行ってみたいっていうのは確かにある、宇宙に行ってみたいかな一番、うん、あるかな、そう確かに、地球は青かったって言いたい、言いたい地球あるある、早く言いたい地球あるある言うよ、地球あるある言えるかな、青かった青かったそうか、宇宙ね、宇宙行ってみたいな、行ってみたい、一度はね、行きたいところで言うと宇宙は確かにね、行ってみたい、出てくるねランキングにランキングに出てくるちょっとありきたりな感じだけど、いやいや分かる分かる、うん、はい、あエコザイルさん、はい、ラジオ聞いたよって言えば、うん、前売りの2000円でチケット買えますと、当日、あらーありがたい、だそうですよ皆さん、先ほどお伝えしたね、明日のモッツのイベント、ね、あの当日はね500円アップ、そう当日は500円アップシステムが、なんとラジオ聞いたよ、 FM ギノワン聞いたよっつってって言ったら前売りの料金でいいってことなんで、もうラジオ聞いてる方これラッキーチャンスですよ、マジで、明日ね急に予定がなくなるかもしれませんから、そうですよ、なくなるよ断言しちゃった、ということはそういう方ね、ぜひぜひお越しください、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。大塚健二さん、東さんはお母さんに片付けてもらってますか、もらってません、あのね、はい、いやでもいや強制的に片付けられてる時はあるよそうなんですね分からんけど、お母さんにもちろん自分で掃除しますよ基本的には、うん、あ大人ですね、まあまあまあ普通はねまあ基本的にはそうやりますよ、はい、さあ皆さん、まだまだ一度はやってみたいこと、はい、お待ちしておりますので、まあ、よろしくお願いします、はい、では、ここでリクエスト曲おかけしましょうか、はい、こちら出るかな、これをどこ行ったかな、うん、よいしょ、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからのリクエストです、ありがとうございます、はい、ハジーでドリームランドフィーチャリングレッドライスシ、うん、なんていうのこれ、フロムベニーケー、あ、懐かしい、
じゃあニュースはアドベンチャーってて、うん、次がアドベンチャー。ニュースの時に道路交通ですか？うん、違う違う、それだけ。道路交通は別のタイミングで。マウガヤさん、うん、シャムさん、茶髪になってますね色が抜けたんですよ、ね、マウガヤさんもまたお悩み相談待ってますよ。待ってますよパーマしたいんです。ハゲてできないです。一度はやってみたいこと。はい、FM ギノワンニュース、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしています。FM ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは、FM ギノワンのおすすめの番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。さあ、そしてゴールデンウィークお楽しみなイベントの紹介です。第15回子どもフェスティバルアドベンチャーワールド。日時は5月3日木曜日から5月6日日曜日。時間は9時から17時。場所は茶壇ドームです。料金は大人、子供同額で、前売りが900円、
当日は1200円で3歳以下は無料となっております。ドーム内には雪体験ができるスノーアドベンチャーや新登場の親子エンジョイエリアを含む8つの冒険が大集合。世界の巨大ふわふわが揃うふわふわランドは昨年度に引き続きなんと無料で乗り放題。その他にも様々なイベントをご用意しております。屋内イベントなので雨の日でも遊べます。ゴールデンウィークは子供フェスティバルアドベンチャーワールドに遊びに行こうということでね。イエーイ。いやすごいですよこの8つの大冒険、盛りだくさんでしょ。はい。で今回が15周年の特別企画みたいなんですね。ほう。で新登場の巨大スライダーだったりとか、これはねチラシで見る限りまあ大きいまあ大きいですよ。子供もうこんなこんなめっちゃちっちゃく映ってますもんだってねしかも北谷ドームに今めっちゃ暑いじゃないですか、外カンカン照りで、なんと雪が降るそうです。いいね、スノーアドベンチャー。本当に雪だるま降るの、ソリ鎌倉すごい降雪症。いやすごい涼しいねえ。ということでもう休憩エリア、エキサイティングエリア、乗り物ランド、親子エンジョイ、親子で乗るふわふわってことで、やっぱふわふわでっかい、うんうんうん、ふわふわってなんて説明したらいいんだろう、大きいぬいぐるみじゃないけど、まあ、空気で入ってる、うん、が入ってるふわふわですよ。中に入ってねポヨンポヨン飛び跳ねたりとか、あのふわふわって子供だけが乗るイベントっていうかね、もう乗り物のような、ね、乗り物のようだけど、なんと親子で乗れるみたいなんで、あ、それいいね、うん、一緒に楽しめますね、うん、はい、さまざまなイベントがありますので皆様どうぞ足をお運びくださいませ。あ、よろしくお願いします。はい。さあ続いて、こちら普天間第二小学校創立50周年記念授業帰省会よりお知らせです。はい。普天間第二小学校は今年4月に創立50周年を迎えました。50周年を記念して今年の11月17日土曜日、創立50周年記念式典祝賀会を開催します。帰省会では様々な周年事業を計画しており、その達成のために資金造成を行っております。今回の資金造成の内容は資金造成ボーリングということで、場所は宜野湾ボールにて、参加費チケット1枚1500円、2ゲーム代となっております。靴代は別途料金お願いします。注意点としまして、リーグ戦のある時こちらのチケットは利用できません。また事前予約はできます。で6月に抽選会なんていうのもあるということです。はい。はい。こちら期間は現在から、7月末までということで、チケットは期間内に皆様ご利用くださいませ。はい。以上資金造成ボーリングへの協力のお願いでございました。そう、続いてのご紹介は、こちら宜野湾市議会からのお知らせです。第3回議会報告及び意見交換会、市民に寄り添う議会を目指してということで、その報告交換会が行われます。市民生活の安定、福祉向上、市政発展につなげるご意見を皆様からお待ちしております。こちら申し込みは不要です。どなたでもご参加できます。ご都合のいい日時でご参加くださいということで、こちらが5月の7日から10日の4日間、行われるんですけど、それぞれ場所が違います。時間はすべて19時半から21時となっておるんですけども、7日が内泊り公民館、7日内泊り公民館、そして8日は、ガネコ公民館、ガネコ公民館で、9日が、アラグスク公民館です。でそして10日が愛知公民館となっております。はい。はい。それぞれの時間、それぞれの場所にぜひぜひ皆さんですね、お近くのところで結構ですので足を運びくださいませ。はい。はい。お問い合わせは宜野湾市議会事務局、お電話番号 098-893-4165 098-893-4165 までどうぞどうぞ。以上 FM 宜野湾ニュースでした。
一度はやってみたいこと、一度はやってみたいことと、はい、お願いしますね。あとチャンレナ先生のご相談も受け付けてますよ。まだまだ受け付けてますよ。セクシーなチャンレナ先生がお答えしてくれます。じゃあちょっとメッセージ紹介してからコーナーいきますね。さあサザンブリーズ木曜日お送りしておりますよ、はい。皆さんからのメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。ありがとうございます。じゃあまずこちら、マンゴヤンマンゴヤン、それ俺のマンゴヤンさん、こんにちは。こんにちは。チャンさん茶髪になってますねって。はい、ちょっとフルモデルチェンジフルモデル全体的にチェンジしたんで、はい、色が抜けちゃってね、またね。ありがとうございます。よくお気づきになりましたね。あららね、このツイキャス2週間ぶりなのに、ね、2週間ぶりのツイキャス越しで分かるっていう、ね、よく分かりましたね、相当見てますねマンゴヤンさん。あらそんなマンゴヤンさんが一度というか、パーマネントしたい、パーマネント髪の毛をね、パーマネントしたいんですが、パーマネントハゲてできないですってパーマネントってなんか懐かしい響き、まあ、いや正式名称で言うとね、正式名称ですね。パーマを当てたい。パーマネントのカツラをかぶったらいかがでしょうかねカツラか、うん、カツラね、うん、あでも憧れますよ ね、 なんかね、うん、くる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 とかそういう、まあ色とかはねもちろんやってるだろうけど、うん、パーマとかは当てたことはない。パーマ当てたことあるんですけど、すごいチリチリになっちゃって一回、ちょっとそれから当てるのが怖い。一回やってみたい髪型とかもある。一回かく、あのなんていうんですか、刈り上げ、刈り上げ、角刈り刈り上げ、刈り上げ、うん、やってみたい。刈り上げ、うん、刈り上げも、でも刈り上げって感じだけど、うん、丸棒、丸、うん、なんだろう、この涼しいって聞いたんで、私すごい髪が多いんで、はいはい、ちょっと減らしてみたいなって。ああそうあーいやーさ確かになーあーいや涼しいよ絶対に涼しい、うん、男性はそっちの方が涼しいと思うんだけど、うん、あ髪の毛短くしやっぱしたいんだ女性ね、うん、角切りって大塚健二さん、髪の話はやめてくださいってやめましょう。チャンさん、カツラって傷口を広げないでくださいっていや私は逆に減らしたいんで、私はね、はい、あのなんかないものねだりですか ね、そんなことないですよ、はい、別にハゲてても男性は大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。チャンレナさんは的に、あ、ハゲ全然大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。前進しているじゃないですか。あの先週の放送をお聞きになってください。なるほどね、はい、先週、先々週かわかりましたみんな好きだからハゲは。あ、よかった、うん、ちょっと勇気出てましたね皆さん、はい、さあ、さあそれでは、じゃあ続いて、はい、じゃあこちらのコーナー行きましょうか。皆さん癒されてください。行きましょう。まだ返信してなかったですね。はい、はい、まだ返信じゃあパッと返信しましょう。パッと、はい、はい、終わりじゃあ行きましょう、はい、続いてこちらのコーナーです。教えてチャンレナ先生、ようこそ私の相談室へ。チャンレナ先生、来てくれたんすね。来たわよ。今日も来てくれたんすね。来たわよ。チャンレナ先生、一個だけいいっすか。チャンレナ先生、僕の周りの人から超評判いいっす。当たり前じゃない。おお、当たり前なんすね。チャンレナ、ちなみにチャンレナ先生的に、一度はやってみたいことってあるんですか。
一度やってみたい、一度やってみたいデートのシチュエーションとかあるんですか？そうね、夜景を眺めたいわ。おお、シンプル。チャルダ先生シンプルだ。意外と順だぞ。そうなんだ。じゃあそんなチャンレナ先生にたくさん今日も質問来てるんで答えてもらっていいですか？仕方ないなあ。いや、答えてくれるってみんなよかったね。よかったね。じゃあ、行きましょう。じゃあですね、誰にしようかな。いっぱいあるからな。じゃあまずはシュプリームさんかな。シュプリームさんからいただいてる悩み相談です。チャルナ、はい、チャルナ先生、この年になってもスケベに磨きがかかってしまうんですが、これは病気ですか？スケベに磨きがかかる、うん、素晴らしいことじゃないのよ。そうなんだ。病気どころかお薬だよ。どういうことですか？病気どころかお薬だわってどういうことですか？天然の陽明酒よ。なるほどなのかな。病気じゃなくて、じゃあもうこのままでいいってことですか？超健康。あ、なるほど。シュプリームさん大丈夫、病気じゃないです、超健康なんで。はい、そうも言ってくれってことですね。そうですね。あ、半年ごとに検査をしましょうか。あ、チャレナ先生検査してくれるんですか？半年後にね。半年待ってください。検査してくれるらしいです。じゃあ続いていきましょう。続いてのお悩み。じゃあマンゴヤン、マンゴヤン、それ俺のマンゴヤンさんからのお悩み相談です。聞いてください。はい。知り合いにやたらすぐ泣くあざとい女性がいて困ってるんです。これは無視していいんですか？どうしたらいいですか？という質問です。すぐ泣く、うん、涙は女のアクセサリーでも趣味の悪いアクセサリーもあるのよ。ほう、なるほど。じゃあその涙の種類によってあれなんですね、変わってくるんですね。諭してあげた方がいいわ。なるほど。じゃあもう無視、逆に無視しない方がいいんですか？どうした方がいいんですか？カマチョってことかしら。まあそうかもしれないですね。今ちょっと趣味が悪いアクセサリーよ。あ、今のはいいよって言ってあげるといいわよ。なるほど。いいことはいいと。そう、今泣くの OK。 あ、なるほどね。今ダメって。あ、なるほどね、うん、あ、ちゃんと今泣いていいタイミングかどうかっていうことをちゃんと正確に伝えてあげると。そう、そして笑わせてあげればいいわ。あなたが笑顔に変えてあげればいいんだと。そう。なるほど。いや難しいですね。いや大塚健二さん、ね、先生の趣味の悪いアクセサリー名言ですねって確かに思いました。いやいいですね。そして、いや、あ、先ほどね悩み相談くれたシュプリームさん、信号待ちです、先生の答えのせいでしょうか、ブレーキとアクセル踏み間違えました。やめてください。やめてください。お気をつけください。お気をつけください。落ち着いて、落ち着いてくださいね。うん、うんうん、タイゴさんありがとうございます。アクセサリーか、どんどんアクセサリーを増やしていこうって。そうね、趣味が悪くなかったらいいんですよね。そうよ。ありがとうございます。じゃあ今日もちょっと最後に、一言皆さんに、教えようのメッセージいただいてもいいですか？教えのメッセージ、はい、何か一言。外に出るときは UV 対策をしっかりね。だそうです。UV 対策しっかりして今日もまた一日過ごしましょう。チャンネル先生、今週もありがとうございました。また再来週来てくれますか？気が向いたらね。ありがとうございます。以上
チャンレナ先生の相談室でした。さあ打って変わってさあ皆さんお待たせしました。続いて天気道路交通情報をお伝えしたいと思います。お伝えしたいと思います。チャンネル初挑戦行ってみましょう。天気あじゃない道路道路まずお天気から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 お天気そうですね今のところ晴れてるんですけども、はい、読んでみてください。今夜はい夜遅くにね曇り曇り波は 1.5 メートル。はい。これも言いますか波も。夜で言っても大丈夫ですよ。はい、夜遅く曇りと。夜遅く曇りと。はい、で降水確率が。降水確率が、10% です、うん。今夜ですね。じゃあ雨降る確率は今日はもうなさそうですかね。うん、なさそうですね。はい。さあそして明日のお天気は、はい、はい、明日27日のお天気は晴れのち曇り。おお、まあ明日も大丈夫そうかな、うん、そうですね降水確率明日も 10% ですね。うん、うん、で那覇の朝の最低19度、うん、日中が24度で朝ちょっと冷えるかもしれないけど、そうですね、うん、まあ薄手のねなんかカーディガンぐらいあったらちょうどいいぐらいかなって感じですね多分。うん、はい、いいですね。はい、そして道路交通情報、はい、行きましょうか。はい、以上お天気でした。続いて道路交通情報。はい、道路交通情報、さあ現在は現在高速はそうですね南向け北向け平和です。平和平和です。事故も現在はなしということでございます。なしということです。よかったよかった。じゃあ続いて一般道まで行きましょう。一般道ちょっと待ってくださいね。今検索戻って、ああ見えました一般道。はい、どうですか。そうですね、大蛇な向け前原向け普天間周辺、うん、うん、そうですね両方ちょっと渋滞がありまして、はい、酒田交差点から荒浜向け、うん、めっちゃ混んでますね。あーそこ混んでますね。ここ混むんですね。はい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 、まあちょっとね、うん、あの那覇寄りの方ですけどね。そうですね、はい、そこはずっと渋滞しておりますね、はい。まあ、あとは王者の前原両方向と両方向混んでます ね、 あ、 すね。あとは伊佐から茶壇向けがね、あ少しちょっと混んでますね。渋滞してます。はい、はい、その他は特には大丈夫そうですね。そうですね、ライカム周辺も、まあ、特に大丈夫そうですね、うん、今の時間大丈夫ということです、うん、大丈夫。はい、ね、現在事故渋滞もあるところもあるんですけども、まあ、もちろんね今日もまた皆さん安全運転で、はい、ご帰宅の方お願いいたします。お願いします、はい。ブレーキとアクセル間違えないように。そうですね、本当にお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。以上道路交通情報でした。さあサザンブリーズ金曜日じゃない木曜日、はい、木曜日そろそろお別れの時間となってまいりましたけれども、一つ、またねお知らせ読ませてくださいませ。お願いします。はい、沖縄県赤十字血液センターから献血のご協力のお願いでございます。やっぱゴールデンウィークいろんなところで、献血カーがですね伺って献血を受けれるということなんですけども、まあ、宜野湾市周辺、まあ、近くで言いますと、まず西原町ですね、5月1日火曜日西原町、うん、手凧浦西駅周辺工事連絡協議会にて、こちらが場所が工事現場入り口駐車場にて行われます、うん、時間が9時から午前9時から11時45分まで、そして13時から16時半までで、ね、ございます。そしてさらに、5月4日金曜日、は那覇市アメク流房楽市にて、
10時から11時45分、10時から11時45分、そして13時から17時、13時から17時と、それぞれ、献血の方を行っております。まあ、もちろんその他にも、各所で、献血の方を行っておりますので、ぜひ皆様こちら献血のご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、沖縄県赤十字血液センターからのお知らせでした。さあ、まだまだ皆さんからねメッセージギリギリまでご紹介しましょうか。はい、チャンレナ先生のコーナーね、やっぱ皆さん反響がいいですね。ここにブレーキかけた方がいいのかな。ここにブレーキはいやーかけなくてもいいんじゃないかな、もしかしたら。マンゴヤン、マンゴヤン、それ俺のマンゴヤンさん、相談に対して答え、チャーレナ先生の答えが、はい、いや意外と結構勉強なるわと。深いのよ。深いですね。深いのよあの先生ね。深いのよあの先生、いろんなこと経験されてますね。あの先生いろんなこと経験されて、あ、そうですか。はい、らしいですよ。あ、噂では、噂では、噂ではね、うん、あ、じゃあ本当にもう皆さんね、まだまだいろんなことをご相談してくださいませ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、大塚健二さんは、次回はちゃんと保険証忘れないようにしないと。つき始めですからね。あ、大事、そうですね。つ、うんうん、き始めやっぱねいるから。つき始めいるから、うん、確認、確認が必要だからね。そうそうそう。はい。タイゴさんは、はい、そのままノーブレーキでお願いします。あ、いいですか。 BMX の、 あの自転車の感じでいいですか。ブレーキないやつ、あれでいいですか。ぶっ壊れてるやつ。ママチャリじゃなくていいですか。外してるやつね、ブレーキ。外してるやつ。もうそのままいっちゃおうと。そのままいっちゃいましょうね。まあ、まあ、あくまでもね、あれはもうチャンレナ先生の言ってることですから。はい、そうですよ。あの先生の言ってることなんでね。そう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 。うん、まあ、ドライバーの皆さんはもうブレーキ、アクセルしっかり間違えないようにお願いします。もちろん、本当に。お願いいたしますね。本当に。サイドブレーキとも間違えないように。どうやったら間違え、止まるからいいけどさ。いいけど。さあということで、そろそろお別れの時間なんですけども、はい、一度はやってみたいことというね、テーマでやってきましたけども、考えさせられるね、え、やっぱなんかいろいろ考えるもんね、うんうん、でもそう考えたら、はい、一度やってみたいことってなんかいっぱい出てくるんだけど、うんうん、まあ、できそうなこともあるもんね。あ、確かに。いちご狩りとか行きたい、レナ。いやいや、行ったことないの。ないないない。あ、ない。はい。あ、そうですか。ああ、できそうだよね。できそうだね。簡単にできるね。うん、うん、と、あれ、ありますか、東さん、なんか一度やってみたいことね。簡単なこと。いや、簡単なことでしょ。いや、だってさっき言ったデートなんて、うん、彼女がいたらできそうじゃん。やろうと思ったら早く作ってください。はい。いや、今でも今言ったいちご狩り、いちご狩りデート最高だね。行きたい、行きたい。いちご取り合いながら。そうそうそう、30個ぐらい食べたいもん、いちご。大きいので取れたよっつって。そう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 、最高だ。妄想が止まらないね。止まらないわ、それは。尺が足りない。いちご狩りデート。妄想に対する尺が今追いついてない。追いついてないね。いいね、そのまま食べさせ合ってミルクつけちゃ、つけてたりして。あ、もう暴走してますね。いい、東さん暴走してますね。はい、まだね、はい、明日もですね、サザンブリーズはもちろんお送りしますよ。明日もですね、おそらく同じテーマで、うん、一度はやってみたいことということでいくと思いますので、うん、まだまだ皆さんメッセージ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いしますね。はい。さあ、ということで、サザンブリーズはだからなので来週は、うん、また冒頭で言いましたけども、トロピカルビーチからいよいよお送りいたしますよ。はい、ビーチにね、暑い日差しの中でございますけども、うんうん、ね、まあまあ、ツイキャスの皆さんからしたらね、あんまり変わらないかもしれませんけども。熱いトークが。熱いトークが、はい、日差しには完全に僕たち、あの、注がれて、はい、お送りすることになりますので、そうそうそう、ぜひぜひそういうところも、まあ、ご注目していただけたら、うん、まあ、やっぱりね、実際にまた、まあ、ビーチにも、あ、また皆さんね、遊びに来ていただいて、はい、ね、そんなトークなんてもう聞きに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでございまして、本日のお相手は私、東克明と、私チャンレナでお送りしました。それでは皆さん、また来週、さよなら。バイバイ。ありがとうございます。いちご狩り、いちご狩りイベント、いちご狩りのマジコンとか。あ、いいね。いいね。盛り上がりそうじゃない。単管狩りでもよくないですか。単管狩り。
盛り上がりそうです。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。じゃあ、ツイキャスの方が好きで、ツイキャスライブ終了。はい、ありがとうございます。お疲れ様で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 す。たまたま思いブルースト配信ができないんですか。あれ、あの録画と